もうそろそろ着くかな。この本によると、かなりの絶景ポイントらしいから楽しみ。本当はキリちゃんと来たかったけど、今日は忙しいって振られちゃったからな。到着。どれどれ、景色は。おお、チェリアド山、めっちゃ綺麗に見れるじゃん。これは写真撮ってみんなに送らなきゃダメだね。くそ、おねめ、一人ですかわら、とか送るんじゃねえ。あれ、なんか看板側から、鈴の音がする。張り紙がある、どれどれ。宝物は、私の家族を引き裂いた。もうここにはない。別の場所に移した。お前らなんかに見つけられないように。よくわかんないけど、宝を隠したのかな？裏には、過去に埋めた場所が書いてるね。ちょっと気になるし、誰か誘って探してみるか。それで、こんな遅くに私たちを呼び出したと。うん、結構気にならない？でもさ、この時間に私たちで探索するの危なくない？そのための保護者ですよ。私を保護者扱いしないで。そこをなんとかお願いしますよ、お姉様。宝探しこの車で行くの？かわいいでしょ。私のお気に入りなんだよね。宝って山にありそうだけど大丈夫かしら。運転のプロと呼ばれている私に任せてください。めえ、ちゃ不安なんだけど。うるせえ、その外羽触るぞ。あら、その外羽は私のものよ。どっちのものでもないからな。そんな顔で見るなよ。後で触らせてやるから。はい、今の録音しました。無限にも振ってやる。この辺が一つ目の場所だね。まったくそんな気配ないけど。あと、姉ちゃんはいつまで髪触ってるの？あ、無意識で触ってた。昼間の鈴の音、多分この辺にあるかも。宝物を海に流すつもりだったのかしら。それ、本当に宝物なのか？海で発見されたら、沈んだ大陸の宝とか言って話題になりそうだね。あ、スコップ置いてある。これ、血の跡あるんだけど、トマトジュースこぼしたんじゃない？それはないでしょ。二人揃って言わなくてもいいじゃない。次は農場付近にあるらしいけど。農家さん大迷惑だな。もしかしたら、宝隠した人と知り合いで、託した可能性も？あかりってそういう妄想好きだよね。私は夢見る少女ですから。それでキリちゃん困らせてるの聞いてるからな。キリちゃん優しいからつい甘えちゃうの。ダメな先輩だな。あかりちゃん、木の下にケースがあるわよ。ほんとだ。これは、宝じゃなくて銃のケース？血濡れのスコップの次は銃ケース。宝というにはちょっと物騒すぎない。宝をめぐって。そういえば、家族を引き裂いたって書いてたよね。ちょっと、嫌な予感がするな。どうしたの、あかりちゃん。あ、ごめん、ちょっと考え事してた。どうせろくでもないこと考えてたんでしょ。うんうん、ろくでもないこと。さあ次でラストだよ。ねえ、おねえ。なんだよ、あかり。お腹すいたし喉乾いた。知らねえよ、勝手に食べろ。なら、そこの洋服屋で休憩しましょう。服屋に食べ物あるか？自販機くらいあると信じたい。あはは、それ似合ってんじゃん。うるせえな。おねはこのクソダサパーティーサングラスでもつけとけ。いや、思ったより可愛いな。いや、やめろ、恥ずかしい。ふふ、おねちゃん似合ってるわね。ね、姉ちゃんうるさい。それよりさ、ここ看板にコーラ売ってるって書いてるけど、なくない？知らないよ。諦めて宝の場所行ったら？いやだ、腹ごしらえしないと死ぬ。確か、宝の近くにコンビニあるわよ。姉ちゃん、余計なこと言わない方が。おねもお腹空いてるじゃん。これはコンビニ行くの決定ね。着いた。何買うかめっちゃ迷うな。私はドーナツとコーヒー。私にケチつけてたくせにノリノリだな。言われるとお腹ってすくじゃん。それはわからんでもない。私はお茶だけで十分、ね、すいません、店のもの全部ください。いや、それはちょっと。東北家の裏仕事。あれ、地図だとここを右なんだけど。人が進んで行きそうな場所ではないわね。これ探索するの危なくない？私が一人で行ってくるよ。二人は待ってて。え、行くつもりなの？こういう場所は慣れてるから、任せといて。あかり。ね、姉ちゃん、大丈夫なの？あいつ。大丈夫よ。もしお宝あったら分け前もらいましょう。これ、もしかしたら、宝と見せかけた SOS なのかな。もしものこと考えて、銃は準備しとくか。うわ、この前殺人鬼を追った時と同じ匂いがする。この穴の中からか。うわ、血まみれの、死体。そんな気はしてたけど、私一人で来て正解だったね。宝は、あれ、手紙が置いてある。そういうことか。おかえり、どうだった？いや、何もなかったよ。今までスコップや銃ケースがあったのに、今回は何もなかったのか？そうなんだよ。誰かのいたずらだったかもしれないね。はあ、ここまで付き合ったのに嘘だろう。あかりちゃん、本当に、何もなかったの？いや、先輩まで。何も、なかったよ。なら、仕方ないわね。おねえ、
余計なこと付き合わせたし、ラーメン定食半額クーポンで許して。大丈夫だよ。なんだかんだ楽しかったし。楽しんでくれたならよかった。じゃあ、帰りの駅まで送るね。じゃあ、あかり、また学校でな。わかった、バイバイ。ねえ、あかりちゃん。どうしたのいや先輩。さっきの場所、本当は何かあったでしょ？何もないよ。宝があったらちゃんと言うに決まってるでしょ？それは信じてるわよ。ただ、戻ってきた時神妙な顔してたから気になっただけ。あはは、先輩結構鋭いよね。最後行った場所に死体があったよ。この宝をめぐって死んだ人のね。あの張り紙は宝というより SOS だと私は思う。確かに私たちには言いにくいわね。この後はどうするつもりなの？死体と一緒に手紙があって、最後に埋める予定の場所が書いてあったよ。私は、今からそこに行ってみる。わかったわ。探索気をつけて行ってね。先輩おっとりしてるけど、油断できないな。あはは。よし、最後の場所向かうか。さっきまで雨降ってたけど止んでてよかった。ここのはしごを登ったところに。うわ、二人も死んでるじゃん。これは、手遅れだった感じかな。三人も死んでしまうほどの宝、一体、何なんだ？ロード中です。お、黄金のリボルバーと、手紙？何が書いてあるんだろう、読んでみるか。見つけてくれて、ありがとう。この手紙を読まれている時は私は、死んでいるはずだ。このリボルバーは、俺のじいさんが見つけた代物なんだが、かなりの値打ちでね。経済が苦しくなった家族、親戚連中が売ろうと必死になってたんだ。だから洞穴に隠そうとした。けど、親戚の一人に見つかったんだ。でも、絶対に渡したくなかった。だから、殺してしまった。慌てて俺は違う隠し場所を探した。しかし、バレてしまった。見つかった相手は父親だった。けど、金に飢えた奴は、もう元の父親じゃなかった。まさか、息子に銃を突きつけるなんてな。俺は、じいさんの形見を守るため、父親も殺した。けど、家族を二人も殺した俺に、この銃を持ってていいのか。そう考えたらどうしようもなくなった。だから、形見を宝と偽って公開して銃を隠し、俺は、死ぬことにした。物好きな人間が最後まで調べてくれると信じてな。この銃は、読んでくれた君に託したぞ。やばい、想像の倍以上、いわくつきの銃だった。ピストルが落ちてたのも自決用か殺害用ってことだよね。このことは、他の人に知られないようにしないとね。おっと、もうこんな時間か。キリちゃんにお昼から呼ばれてるから行かないとね。結構、大きな仕事って言ってたけど、何なんだろう。はい、ゆずきです。うんうん、ついに作戦実行するんだね。了解、部屋の準備はしておくから任せといて。うん、それじゃあ後でね。さあ、久々に私もお手伝いしますか。